ああ、豆腐ビーツよ、お主何を普通に DJ しておるのじゃ。お前にはすることがあるだろう。え、僕は DJ じゃないんですか。バカ者。うわあ、思い出すがよい、お主の本当にすべきことを。あんた今日も元気いっぱいね。おう、トフミ、大会も近づいてやる気も出るってもんだぜ。それは結構なことね。高校生活最後の大会だし、私も緊張しちゃうわ。まあ俺たちならきっと優勝間違いないぜ。頑張ろうぜ。そうね、私も期待してる。さて、そうと決まれば朝練に早く行くっけないぜ。ちょっと待ってよ、トフミも早く来いってば。あれ、なんであんなところに子猫が。なんてこったい、これは俺が行くしかない。いつだろう、危ない。わだろ、大丈夫。俺は一体どうしちまったんだ。車にひかれたのよ。なんだって。うっ、くっ、そんなに動かないで、折れてるのよ。折れてるだって。あ、ごめんなさい。さ、最後の大会まであと少しだっていうのに、一体俺はどうしたらいいって言うんだ。また次があるわよ。次ってなんだよ。高校最後の大会に出られないなんて、俺の人生なんか終わったも同然なんだよ。くそ、なんで俺だけがこんな目に。俺だけがこんな目に。それからというものの、俺は陸上部には行かなくなり、家に引きこもるようになった。はあ、やっぱり TBS ラジオが一番面白いぜ。ビツ太郎くん、ビツ太郎くんってば。なんだよ、おせっかいなマネージャーだな。俺はもう部活はやめたんだよ。いくら最後の大会に出られないからって、あなたにとっての陸上ってそんなものだったの。うるせえな、俺はもう部活には行かねえんだよ。お前はもう俺とも関係ねえんだよ。見たくなかった、ピツ太郎くんのバカ、育児なし。はあ、おせっかいなやつだぜ。ん？なんだこれは。トフミのやつ、カセットテープを忘れてやがる。持って行ってやるか。トフミー、トフミー。はあ、はあ、自転車に乗ってきてるとは思わなかったぜ。こんな距離走ったのは久々だぜ。あんた全然走れるじゃない、心配して損したわ。うるせえな、お前なんかカセットテープ忘れてたぞ。それあんたにあげるわ。いいのかよ、大事なものじゃないのか。別にいいの。チェ、わざわざ持ってきて損したぜ。久々に走ってるビツ太郎くんが見れたから、それでいいの。ふん、女心ってのは分かんねえもんだぜ。それじゃ、またね。そういえば、トフミのやつが置いていったカセットテープ聞いてみるか。どれどれ。そして10年の月日が経ったのであった。
ビツ太郎さん、世界陸上金メダルおめでとうございます。この感謝を誰に一番伝えたいですか？いやー、もちろん応援してくださる皆様と言いたいところですが、昔あるカセットテープをくれた人に伝えたいですかね。おっと、それはどういうお方なんでしょう？すべてを失いかけていた自分にもう一度自信をくれた、あの曲、そんな曲を教えてくれた人ですね。そうなんですね。その曲に後押しされて今回の金メダル獲得につながったということですね。はっはっは、そうかもしれません。お父さん頑張ってるわよ。あなたもお父さんみたいな諦めない大人になるのよ。こうして僕は一度挫折はしたものの、とふみのくれたカセットテープのおかげで今力強く地面を踏みしめて走っている。あの日とふみが教えてくれた曲のように、そう、人生は走る走る走るのみだから。うかうかしてる間に時間だけが過ぎた、走る時そわそわしてるだけ、何も起こらない、誰かに呼ばれるの、ずっと待ってた、間違うことはできないし、答えは隠される、どんなにくじかれ切っても僕らはまだ走るのみ。走る意味走り見ながら探す旅じゃ理想ばり無障害ぶつ越えた先飽きない間違いない男たち、ギリギリこの背中を追いかけながらため息つく今はまだまだ無駄だななんて思う、それも無駄から結局なりたりな道の方が楽だから、ガキな道に方を出すか、僕は誰のものでもの音色、いやいやいや、これは短距離走なおかつ長距離走、辛い道なくすなよ希望取り走、ちゃんとしよう走れその足で、ダビデみたいに考えるホモサピエンス、走らされてる奴らから今日も吐き出されてくため息待ちりの CO2、 大丈夫これは一生ずっと続く割のない勝負、失速する奴ら気づけばランナーフェイ、俺またスプリント響くファンファレイ、誰かが囁いてる苦しそうでもまた加速してみせる不死鳥、個人競技団体競技関係なく俺は器用貧乏になんないようにやってやる、駆け出す気持ちのウィキ、場所を信じましょう、微糖に乗り自問自答し、そして飛び込むビジョン高い量ウィキ、待てよウィキストーン。